走豊かです。今回は新型プリウスの0ー100加速を試してみます。2リッターにアップサイズしたエンジンの実力をお伝えしたいと思います。ノーマルモード、スポーツモード、エコモードとスポーツモードのトラクションコントロールオフの4種類で測定します。走り方は停車状態からアクセル全開です。アクセルオンから時速100キロと120キロまでを測定します。それでは早速走ります。それではまずノーマルモードから。発車。先代より明らかに速いです。8秒切りました。120キロは 10.48 秒でした。先代は11秒くらいらしいので3秒くらい速いようです。次にスポーツモードで試してみます。先代はパワーモードで0、100、110秒らしいので新型のスポーツモードも期待できます。あれ、あんま変わってない。0、120も 0.1 秒速いだけですね。ちょっとがっかりです。次にエコモード。これもアクセル全開だとあまり差が出ないかもしれません。8.04 秒でした。10.58 秒、ノーマルより 0.1 秒遅いですね。次にスポーツモードでトラクションコントロールをオフにしてみます。このボタンを押すとトラクションコントロールがオフになります。完全オフのやり方は後で紹介します。トラクションコントロールオフでもホイールスピンしませんね。さあどうでしょう。7.93 秒。ノーマルモードと全く同じでした。120キロもノーマルと全く同じ。おかしいですね。もう一度試してみます。7.93 秒。10.48 秒。2回走っても全く同じ結果でした。他のモードも2回走ってみましたが、1回目とほぼ同じでした。それでは私の iQS660 も測ってみます。まずブレーキを踏まずにパワーボタンを押して電源を入れます。次にアクセルを2回全開にします。左足でブレーキを踏んでニュートラルに入れます。ブレーキは踏んだままアクセルを2回全開にします。次にパーキングに入れてまたアクセルを2回全開にします。すると CDY2E と表示され、2区のメンテナンスモードになります。4区の場合はアクセル4回です。メンテナンスモードにするとトラクションコントロールなどの補助機能は無効になりますが、この状態で走行するとトランスアクスルが壊れると書いてあるのでやめておきます。皆さんもやめてください。まとめるとこんな感じ。スポーツ、ノーマル、エコの順に速いですが、その差はごくわずかでした。アクセル全開じゃなく、
中間の蚊と特性だともっと差が出るのかもしれません。トラクションコントロールオフはノーマルモードと同じという結果になりました。ドライコンディションの0-100加速ではあまり意味がないことがわかりました。いかがでしたでしょうか。次回はアドバンストパークをどのくらい狭い場所までできるのか試してみたいと思いますので、チャンネル登録通知オンでお待ちください。